どうも皆さんこんにちは、フェリシティです。シャイニングフォース3のプレミアムディスクのスペシャルバトル、続きをやっていきます。3マップ終わったので4マップ目ですね。このゲームの四天王的なキャラクターと対戦ですけども、やはりとりあえずはポートレジストをかけてから行きたいですね。までは来ないか、まだ忍者と違って。動きが固まった。今ちらっとディスクが読み込めないような表示が出たんですけど、たまに出るんですよね。なんか、まあ、このゲームはそういうのが出るんですよね、表示も。このプレイを始めたあたりから YouTube のプレミアムディスクをプレイしてる動画とかもちらっと見たりしたんですけども、やっぱね、外国の方がやってると思うんですけども、結構転職後、再就職に転職後でレベル30ぐらいまで上げてるデータの方がいましたね。攻撃力の数値的にはあまりこちらと変わってないような感じもしました。ちょっと高い程度で。どうした、どうした、止まるのが怖いですね。よし、一周しました。ここあそこのイカと戦ったのと同じマップですね。マップの形的には。誰か何か影に来るでしょうね。いけないのかい。来ない。来た。あ、ヘルブラスタの名前が違うやつですね。集中攻撃ですね、もう。目障りです。やはりレジスタの効果は大きいですね。ボコボコにしてやる。
減らないな。経験値がいまいちもらえないですね、途中までの。どうしよう。こういうとこにいるせいでもう一人囲めなくなっちゃいましたね。仕方ないんでこっちを。でもこっちナイフでやり過ごすか。まずは倒すことを最優先で。このターンでは無理でしたね。本気で行くぜ。攻撃魔法が殺せるピナー案外これでとどめさせるかな。どうだろう。微妙なとこですね。ナイフだからな。技が出れば。
惜しいって。2111。魔法で、あれ意外と少ない。ウルザムシンよ、力を。そのマットそんなに強くないですよね。それは痛いな。レザーです、ま、こっちに。裏返です。逃がすか。入れちゃった。絶対死なないでしょうけどね、これ。どうだろう。ダメージの具合は。これで終わりだ。少ない。少ない。とりあえず倒しましょう。運動しいらないな。しょうがない、いらないけどもらっておこう。ヌーンさん、ごめんなさい。これは誰の
どい。残っちゃうな。君に恨みはない。パラメータもやっぱり直接のつながり、いや直接の強さにつながらない、まあ、HP、MP よりはやっぱり攻撃力ですね。ぐらい減るでしょうか。行かなかった。ウルザムシンよ、力を。レジスト切れちゃうと多少受けちゃいますね。回復薬がもうあっちに行っちゃってるから。まあ回復するほどじゃないんですけど。1しかもらえないの。もちろんオーラですね。光よ、光れ。あ、上がらなかった。に到達したかったですね。これ倒せちゃうな。ちょっともったいない。レベル上げるなら他のメンバーに。
バイス上がんないな。いやいやいや、女神の涙。マヒ、でそっち。どうしようかな、押します。ほら読んで、光よ来たね。いいでしょう。フリーズレベル4が一番高いのかな。手にすると厄介なインフェルノ。これで終わりかな、このマップは。普通に倉庫か店屋が欲しかった。